コーポンが持ちた。それスマホじゃない。ステッカー発注だけなのこれ。そうだけや。チャスト。汚いやな。ごめんなこれ。KTC や。これ KTC な。ああ、箱は違う。箱はアストロや。アストロな、うん、アストロの名前、ここにもない。あ、もともと ES パワーやと、まあ、アストロみたいな感じなんですよ。ああ、これ。うん。上下別。上下別。お疲れ様でーす。今日はね、ああお疲れ様です。あ、毎日見ていただいてありがとうございます。今日は、スイングアームをつけていこうと思うんですけど、まあ前後のタイヤをまず西森くんに外してもらおうと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日お客さんが来てくれてます。遊びに来てます。あ、猫さんお疲れ様です。出席率 100% 嬉しいです。ありがとうございます。すぐ見に行って。お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。楽しみになっちゃう。楽しみにすることだった。今日は前後のタイヤを外してもらって、明日の昼間にあの西森くんにキャストホイールの方にこの今つけてあるタイヤをね、あ、中崎くんお疲れ様です、付け替えてもらおうということで、30分でね、どこまでできるかちょっとわかりませんけど、今日もお付き合いよろしくお願いします。いい腕してますね。はい、いい腕してますね。ありがとうございます。水郷さん、フリーズしたら全裸になる。そう、全裸はならば全裸はやめてよ。やばいな。速攻でアカウント停止やね。無駄にならない。おー、ゆたかチャンネルさんお疲れ様です。皆さんスクーターの格好を撮ってる人なんですよ、ゆたかチャンネルさんって。ぜひね、見に行ってみてください。 YouTube でゆたかチャンネルって検索したら出ると思うんで、まあこのライブが終わった後ですけどね、見に行ってみてください。まず後ろタイヤからね、外しにかかってます。昨日 なんか動画見てくれてた人が、僕の方の画面には出てきてないチャットがあったみたいで、取り上げられなくて申し訳なかったです。いただいたチャットにはね、全部返事したいと思ってるんですけど、テキパキ動くね。30分しかないんでね。ああ、なるほど。うん、ああ、西森くんあんまりこき使わないでください。本当ですよ。本当ですよ。あ、アリキさんお疲れ様です。まあ、お疲れのところリアルタイムで見ていただいてありがとうございます。今日は兄貴さん、キャストホイールつけるためにまず前後のこのエッジリム外していこうと思ってます。あ、大丈夫、そんなにない。制限時間が30分なんでね、どこまで外れるかちょっと分かりませんけど、それ僕の手努力で締め重機を締めすぎ。これ配線潰しそうやったで。本当に？うん。西森くんをコキ使わないでくださいって、これゼファーさんですかね、くれたの。なんか競技シューバーテキパキ動くね。え？なんかこれをバランス制限時間内にみたいな。バランス試験をしようみたいなぐらいテキパキ動くやん。なんかこう仕事終わりにほら、友達のガレージでワイワイ言いながら単車をつつく感がない。全然ない。黙々とガンガン進めていくという。ああ、西森さん手際がいいですねって。ありがとうございます。そうなんですよ。
何やっても大体うまくやる人ですね。画質荒いですね。ごめんなさい。スマホでやってるんで、どうしても、しかもこのモバイルでライブ配信すると 720p 以上出せないみたいで。あー、ゼファーさん、お久しぶりです。また赤めくれるとか教えてください。ほら。またこれ高画質でね、なんか撮影できる機材見つけたら買ってクオリティ上げていけたらなと思ってます。はい、後ろのタイヤ外れました。ドラムブレーキあった？まだ。どういう意味？シュー？うん、見てない。ちょっと後で確認を。はい、スイングアーム、この外した時にスイングアームは吹きたいでね。そこならね、全部交換よ。あ、そっか、交換や。30分。3番、14番。今日時間が間に合えば、スイングアームをこれに仮付けしていきたいなと思ってますけど、一応目的は前後のタイヤを、ホイールを外して、明日、西森くんに交換するキャストに、タイヤを入れ替えてもらうっていうのが今日の目的ですね。西森君の動きが止まりませんからね、もう。今ショックを外してますね。これ何、支え直感でも大丈夫な。今村様。今村様のけど。うん。僕邪魔になってない？ちょっとね。これ、回しにくい。え？回しにくい？回しにくい？回しにくい。ボルト側から回していいかな。こいつをね、今日仮組できたら。ボルト側。何個それ？ビスケットね。本当そっちから回してない。西森くんは30分動きっぱなしですね。多分動いてないと息できないんですよ。止まったら死んでしまうってタイプで。あ、もうスイングアームのけに行くわ。スイングアームのける計画やろ。え、タイヤじゃない？前のタイヤはどうする？前のタイヤも外すけど、スイングアームの方が大事やね。まあ、まだ10分経ってないきね。しかも30分でパンって切らんきね。切りそうやん、あなた。切らん切らん。あんた切りそうやん、すぐ。よいしょ。これもうすぐスイングアームつきそうだね、これ。うん。あ、今日広山さんが、あ、そうです。これ、ヤフオクのやつですね。この、ヤフオクのやつが果たして取り付くのかっていう、こう、あ、お疲れ様です。検証にもね、なったら、面白いかなって。まあ、付かなかったら付かなかったで面白いですからね。中古してしもた。何？シート真っ黒にしてしもた。いいやん、白嫌いいよったろ。個人的な見解やけど、そこはあんま大目にして言うたらいかんやつやね。黒にしたらいいよったろ。個人的にはね。まだ全然余裕で、西森くん。まだ10分経ってないきね。いや、もうお客さんめっちゃ使われるし。あー、にめめめさんお疲れ様です。いらっしゃいませ。タンデムバーのけるわ、今。タンデムバーのかな、うん、のける。あー、そっか、ショックガの感が。そう、9mm ってこと？ 10mm
9って7色。お疲れ様で、仕事早いですよね、本当に。こんなだっとしたね。ホイールは某オークションのキャストですか？そうです。このホイールも某オークションのやつがつくかどうかの検証ですね。で、あ、山崎さんイケメンなのは知ってますよ。お疲れ様です。で、某オークションのキャストつけてみて、実際まっすぐ走るのかっていうのも検証できたらいいかなと思ってます。ショックの剣とスイングアームって変えれんが？ショックの剣とスイングアーム変えれん。おお、なるほどね。なるほどねって見たら分かるやろ。いや、なんかここだけこう落ちんもんな。あ、落ちる落ちる。落ちる剣道。うん。動きが悪かったりものける全部。これ、へぇ。ん？前か。そうなんですね。フロントちょっと怪しいんですね。もう怪しいね。ちょっと。まあ、個体差もあるかもしれませんからね。つけてみたい。つけてみますね。これはすぐ、すぐ動かないとなかずなんやけど回らないから、ね、はい、やけど多分これチェーンカットするんやろ。チェーンかしめやろ。いや、僕分からん。どうやろえ、あ、スイングアームが短いってこと？じゃあ、スイングアームの中のチェーンが通っちゅうき抜けるかかな。あ、抜けるか。あー、そういうことか。硬いね、これ座り。スイングアーム下にコントロールできるけど、はい、OK、バイリンも充電。あ、お疲れ様です。僕のケージが裸にされてます。恥ずかしい。おお、そういう感じ。おお、はい、スイングアーム乗きました。早いね、12分でまだ今日仕事場で西森くんでバイク屋さんですかって聞かれたけど職場の人、うん、職場の人に。いや、そうやろ、だって12分でここまで、ね、スイングアーム乗ける。つけます。ああ、お願いします。そのままでいい？綺麗にする？あ、そのままでいい。ええんかいってね。いや、だって2、3回走ったらそんなになるぞ、どうせ。まあね。うん。これで食べたらそうなるよ。この切り鍵を下にせないかんだよね。あ、そうなの？え？このこう切り鍵があるやろ。この切り鍵がスイングアームの下に、うん、下になるよね、地面側にね。へえ。上やと水が入ったりゴミが入ったりするやろ。ああ、なるほどね。これは下にするね。はいはい。これ後ろから撮った方がいいかな。ちょっと画面動き回って申し訳ないです。後ろのライフルはモデルガンですか？モデルガンです。今度あれですね、これ撃つライブ配信で撃ってみましょうか。これ、お待たせして、ね、待って、いや、そもそもパイソーが違う。嘘？なんとでかい。これカラーがあったよね、確か。あ、なんかあった、あの箱の中に。あ、ね、うん。あ、お願いします。わかりました。西森くん、ちょっと鉄砲好きな方が現れたんで。本当に鉄砲好きです、うん、マニア、マニアですね。鉄砲のことを喋り出したら西森くん多分作業止まるんであれ、この売りどこだろう。え、これ確か本物あったでね。そこ言わんで。あ、そうか、うん、ピー入れちょくわ。そこ言わんで。あ、俺クリスどこだ。クリス。これにも手が入らない。これに1本つく。つくのか。これが果たしてつくんでしょうかね。つきます。あら、俺ビーチもマジでどこだろう。あは、吉田さんありがとうございます。今日もスパチャいただきました。すげえ。いや、西森くんとあの美味しいコーヒー飲ませてもらいます。
あ、そうですね、交換してますよ、今日は。でも仮付け出たらもう終わると思うんですけど。どうできたの今。あ、コーヒーじゃないですね。吉田さん、あのモンスター飲んでくださいってことです。ありがとうございます。はい、いただきます。外も中も、そこへちゃんとグリス塗ってくれてます。手慣れてますね、塗り方が。サビ取るって大変。いや、そこじゃない。塗り方が手慣れとる。いやいや、違う違う違う。意外と錆び取るでってして。どうやって塗るの？え？どうやって塗るの？やめとこや。いろいろと多分問題が出てくるですね。うん。さあ、某オークション、スインガーム。はい。取り付くのか。ごめんごめん。取り上げないで。え？熊くんってこれ、熊くん？え、くまくんですか？いける。今こっちを通るね。そうそう、ああ、くまくん、遊びに来てくださいよ。リアと詰まってます。入るよで。どう、行きそう？いや、元行き。え？元行き。元行き。元行き。どうやら入っていってないみたいですね。お、なんか怪しいね。問題ある。もう飲んだけ無理。見る気ない。ああ、了解です。こっちが。え、それ、大きさが違うわ。ペーパー？え、そんなことある？そんなことある？おー、マジか。あるわ。なんで？どういう理屈で？バリやろ。バリやろ。へぇー。クリアランスがないがためのバリやろ。だそうです、これ。あれじゃない？取り付ける向き気をつけてくださいね、皆さん。ネジは関係ないもんだ、だって。買われた時には。こっちが安いですよ。え？こっちが安いとやろ。こっちだ、ここ系ちょっと細いってことやろ。うん。この、こんだけだけ、向き間違えへん。そんなことある？なんか、手品みたいだね。ちょっと削る？いや、いいで。いや、反対やったら入るのよ。まんまでいい。入るか入らんかの話？全然、いいろ、それで。あ、でもそれ、ちょっとカンカンカンって叩き込まな入らんで。次、抜くときはしんどいで。削れるわ、でも。あ、まあ、削ろうか。入り口だけやきね。削ろうか。なんかそういうとこ取りたい。いや、もう丸棒で。お、丸やすり、丸やすりで。何でもありますんでね、西森君。ちゃんと削って。これで時間ロスや。ほんまやね。ここで入るんじゃない？案外やで。そういいな。もうちょっと入りかけたよ。うまっ。本当にそのバリだけの話なのそれは。知りません。これこのスイングアームを出品した人が見てくれると面白いね。ほら。結構入ったろ。もう入る入るよ。15ミリか。リーマーとかないんです。リーマーって何？いやー。あるにはあるけど、あるんですけど、あの職人なんで手でやるそうです。その手のわずかな感触やろ。ちょっとだけやろうと思うよね。こんまに見るとかでも入らんろ。なるほどね。あ、リーマー使うほどでもない。あ、ガンズ君お疲れ様です。ドライブスポロキがヤマハ右のイメージです。川崎は左か、ドライブスポロキがヤマハは右のイメージです。どういうこと？全部左やないかな。全部左なみたいです。スプロケやろ、ドライブやろ。ドライブスプロケがヤマハ。右はないやろ。ガンズ君、僕 TikTok 始めたんですよ。ちょっとでも当たりがある。これ反対からいいだと思いましたね。まあ、こっちからね。スケジュールって反対やったら楽だよ。本当は荒いな。入るようになった？入るようになった？ん？入るようになった？はい、もちろんです。さすが。あ、ごめんなさい。さすがっすね。RT さん、お疲れ様です。遊びに来ていただきありがとうございます。せっかく、ピカピカなやつだね。ピカピカなやつだね。ちょっと苦戦してるんですよ、取り付けに。こういうの、こういう絵欲しかった。おー、来たね。やろ？ちょっと待ってよ。ところと。これ、せっかく取り付けるってことで、めっちゃ僕磨いたんですよ。押して、かまんで。押して。いや、大丈夫。入った？もうオイルまみれですわ。滑るんだね。え、これ、
兄貴、はい、そっちちょっと持ってくれ。はいはい。全長的にはノーマルと一緒？ちょっと硬いね。どうやろうね。知りません。ちょっと後で見てみて。いや、多分ほぼ一緒やろ。一緒やからね。硬い？硬い。前、でも入ったんやろ。入っと入っと。頭はね。はい、今日ようこそ来てくれましたよね。ほんとに。たまたま愛媛に来とったんで。お前、ギドギドで座って大丈夫な。あ、大丈夫です、大丈夫です。いや、本当にテキパキ作業するんですよ。僕、ゆっくりでいいってお願いしたいんですけどね。メイドイン USA ですか？いや、これどこや、どこやろ。ああ、でも大阪かどっかで作りうような気がするわやけど。購入先はメイドイン高いね。めっちゃかっこ悪い。やっつけた。多分、ジャパン、メイドインジャパンだと思います。これは溶接綺麗なって言うてもいいレベル？うん、悪くないと思って。へえー。職人が認める？いや、俺は職人じゃないんで、そこら辺。ちょっと、キリス塗っとる方がつまんやない。大丈夫。どこに？ここの間。結構硬いで。なんちゃう？いや、刺すの動きに関わってくる気ね、西森君。そこまでわからんかよ。おぉ、ついたね。硬いよこれ、うん、一回ちょっと落とそうか、センダーを。これ入る、これピッチが違う、ね、違うような気がするね、うん、これ入ってない、ね、これ他のネジ？スイングアームかっこいいですよね、アルミ。ちょっとネジのピッチが純正と違うかったみたいで。スイートンが細めやから通常やね。さあ、西森くんのね、在庫力すごいんで。あれ、キャップ？だけど、キャップ。あ、確かに感じがいい。あ、いい、これ。このスイングアームは、短いオークションで購入しました。多分、ショップさんのオリジナルか、個人で作られてるやつだと思います。あ、お疲れ様です。ちなみにお値段は1万7千でした。サンパチ用もありましたよ。ケッチ用、サンパチ用がありました。安、そうなんですよ。安いんですよね。まあ、オークションなんで、たまたまその時は1万7千でしたけど。これ六角のやつのトップレンチとかある？あ、でも本当中にカラーとかもですよね。まず使ったよね。そうやね。ないというか。え、ダンボールの中になんちゃう跡入ってなかった？跡を取るクロードしかない。あらららら。あるんかい。一応スイングアームの他に付属品もいろいろ入れてくれてて。あ、これもちゃんと入れとってくれたね。あ、けど U アンドル。これ入っとったけど。うん。ベコベコ。ああ。これ僕が持ち運びるときにベコベコになったのかも。あ、ネジも入れてくれちゅうやん。ネジ入れてくれてもね。あ、サンパチ用も同じぐらいの値段で出てましたよ。そのままこのネジ使う。ぜひぜひチェックしてみてください。まあ今日のライブを見て問題なくね、ケイチに持ちつくことができたらサンパチ用も。え？嘘？で、そもそもこのボルトも違うね。違うね。これでかい。はい。入ってたボルトはどうも使えなかったみたいです。どうも。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ちょっと早すぎて。トラブルウェルカムやき、西森くん。イエス。あれ上げすぎやな。ここからが硬いんかな。あれ、タップ切りますか。もうやめた。なんて？あれ、ちょっと硬い。何だ？ちょっと、軽めにしないで。え？逆にこっちだろ。
なんでキャップなの？何のネジ、ネジで。あ、そう、こっちのやつ。うん、こっちだ。あれ、さっきの。この音で、お前が持っとった。こっちやん。スプリングじゃなくていい。ん？ワッシャー。ワッシャースプリングじゃなくていい。ええの？ええ。いいね、アルミのスイングアーム。かっこいいね。かっこいいね。うん。この状態です、デニー。これ、西森くん、ちょっと磨いちょった方がいい。え、最後また綺麗に拭くよ、もちろん。ああ、ありがとうございます。これなんかでも。ああ、そうですね。走行後のレビュー したいですね。なんだこんなボルト長い。これで、今までつけてたエッジリムをつけて走ってみないと、キャストがダメなのか、このスイングアームがダメなのかってちょっとわからないんですけどね。今入ってるところは、ちょうどの径内よ。内径と外径が。ああ、そうか。その割にボルトが長いよね。で、この袋つけとったん？そう。嘘？本当。わしゃは？わしゃ、平とスプリングおったり。上に。平とスプリングで。このシートの上に乗っとるけど。すいません、シートがちょっと。僕の白のシートが。僕の白のシートが。あれ、スプリングやったらちょ、いや、でも届かんねこれ。全然やろ。うん、届かんね。なんかもう一発おるやん。フランキー、ナットで締めといて、ちょっと引きで最後のところで締めた。引きで取ります。ナット一発からかましたらいいの。このなんかエンジンからのシルバーの続きがめっちゃかっこいいです。けどなんもないで、そんなカラーみたいなもん。まあですね。カズさんは全部こっちで。これはハンドエンバイに。あらら、なかった。なんか問題発生みたいです。なんで、エモジモなんかしょ。え、倒るんですよ。いや、とりあえず1個入れる。で、こいつで本締め。頭かぶすだけ。うん、そうだね。ところが頭かぶすだけ。違う、細ネジが。あ、ヨネッチお疲れ様です。スイングアームつけてます、アルミの。あと、明日もしうまくいけばキャストもちょっと、キャスト入れる動画も撮れるかなって思ってます。バスない？あ、お、最初違うやん。青木さんはキャストホイールはクソだと言ってました。まっすぐ走らないって言ってましたね。僕がこれでまっすぐ走ってみせます。あとわしゃまじゅかな。お見るように変わったね。いや、言うて多分スプリングは効いとるから3枚ぐらい入れたら多分いけるやん。自分のその平わしゃ3枚ぐらいかまして当たる。当たらん。当たるよ。はい、楽しみにしておいてくださいね。まださらにこれにか。この上にね。あ、植えてよしたい。ボロいのボロいのボロいの。委託が悪いね。委託が悪いね。それ、俺がまた今度加工してそこをパイプ作るわ。とりあえずどうする？とりあえずわしゃかます。とりあえずフロントホイール外すか。どのうちフロントホイール外さないかやつ。そうだね。どうしキャストはつけれんのやき。時間的にもフロントホイール外したら終わりぐらいね。とりあえず仮で隠せる方が。うん、そうやね。お次に。でもこう仮付けはできたね。仮付けはできた。うん。渋い。あれ、兄貴納豆どこやった？知らん。え？渋い。ちょっと真後ろから撮りますか？いや、嘘やろ。何？どこやったの？何？納豆よ。袋あるやん言うて。探して。知らん言うて。あれ、わしゃ入れてない。入れてないな。ヘッドライトは LED 入れてますね、僕。あのフルトラなんで、できるだけ電力を使わない、電圧を下げないようにと思って LED 入れてます。どうかの。もう全くやん。どうすか、アルミスインガム皆さん、入れてみませんか。はい、か前外してますね、西森くんは。うん、こっちの外したことないか分からんけど。 H4 です。はい、そうです。あ、西森くん、あと10秒で終わりや。いや、別に終わらんでもええやろ。ヘッドライトシビエです。これ、西森くん、シビエでね。シビエ。シビエです。あ、ごめん。これですね。
なんていうか、ほうれん草っていうか、へこみは王やろ。そうなの。出っ張りが凸やろ。ん、出っ張りが凸やろ。へこみは王やろ。凹凸出てな。凸が出っ張り。凸が出っ張りやろ。凸がへこみやろ。ほうれん草よね。なるほどね。じゃあ、凸レンズもあるってこと？凸レンズあるよ。へぇ、自分のノーマルオーバーフデッキ。え、スイングアームの話ですか？え、でもあ、松田さんお疲れ様です。凸よね。凸は出っ張りやろ。凸が出っ張りやね。まさやね。何ハノションブレーキ？スピードメーター。スピードメーター、スピードメーターケーブル。かっこいいですね。ありがとうございます。もうあるんやろ。出身がアメリカ。そうなんですよ。あのアニメ嫁さんにアメリカ人だと間違えられました。締め締めてました。うん、と思って回した感じで締めてみた。おお、これほぼ閉まってなかったと思うんですよ。うんね、今。スプリングワッシャーの偉大さを知るよね、それは。そこもちゃんとトルク管理お願いします。一番トルク管理選手で。KTC の、KTC のトルクで、トルクレンジで。私結局これ抜けないかな。これ抜けない、多分閉まっとる気。その今西森くんが抜けが抜けたら下にドーンと落ちるはずで。けどこいつが閉まっとる気ね。ああ、そういうことか。こいつが閉まっとる。ああ。しかも川崎って両方から閉まっとる。松田さん、今日は、アルミのスイングアームの仮付けしました。あ、肩六角で。そうそうそう。あ、なんか、ね、貫通ない。普通は。何番？まあまあでかい、ね。で、でかいでかい。前後のホイールを外して、この今つけてあるタイヤを交換するキャストホイールに明日西森くん付け替えに行ってもらおうと思ってます。23やから23分ではないね。もう16でかいもんね。23、26ぐらい。27とかってない。モンキーで言われるの絶対。モンキーが隣そうやったよね。そうやもんね。そう、何か壊れてくまた調達するから。ちょっとあまりにも汚れすぎて気に使うから。変えちゃいないよ。え？変えちゃいないよ。変えちゃうよ。日本人変えちゃいないよ。皿が2箱もあるしね。今度円も持っていっておこうか。いらんの。あ、兄貴だけが触るのも大変。なんでリュウさんも触るかもしれない。なんかモンキーか。やっぱモンキーやろ。それでも、両方同時やないと。あれじゃない。あ、やっぱ私のことはいけるのか。そうやったら、兄これ。友前しゃせんな。これ、締めとかんと、これ効かしとかんともあるやろ。いや、どっちもあるんか。ベアリング入っちゃうね。締めとったら回らん。あー、なるほど。ちょっとずつ勉強していきましょう。僕も全然わからないんで。いけるんやけど、六角ってモンキーで回すってのはね、しかもまあまあ硬いよね。お、いや、それ中も前言う。本当に？うん。嘘。中というかこのギアボックスが一緒に前行き、今こっちも一緒に前行き、ね、キャストホイールにしたらスポークホイールはどうするんですか、西森くん。はい、キャストホイールにしたらスポークホイールはどうするんですか。ストックで置いときます。ストックですか。僕今回カメラでちょっと痛い思いしておき。ダメです。あ、すいません。僕は売りたいって言ったんですけど、あのマネージャーの西森くんに止められてます。やっぱ向かないな。向くん。これが向くんで。あの板下へ。でも、ケッチ用のエッジリムは今でも、すぐ手に入るんでね、あの、新品で出てるんで。どんどん落ちますよ。いや、それはあの、マッハ用のドラム用がすごい希少でないって言ってましたね、エッジリム。下へトントンしたら、家庭もあるやろ。あれやろ。これね。フロントホイールも伸びました。あ、いかいかいか、セット。キャリカーが当たってる。ああ、お疲れ様です。一応、あの、30分動画ってことなんですけど、もう5分オーバーしてます。14。いや、これ握ったらいかんで。握れない、絶対に。それはネタフリですか？
や、多分僕に握れっていうネタ握るなよ。あれ、13あるで。14やないかな。14な。ネタっぽいって違う？ネタ、うん、今の本気のやつ。今の本気のやつ。今の本気のやつ。握れとしか聞こえんやつ。握ったら、ハイパーめんどいやつや。また、キャリパーばらさないかんなるわ。お知らせがいる。ほぉこういうのが落ちる？ん？あ、落ちませんか？落ちません。しかもそれ、上が手伝いにね。上がホースやないにね。これ。うん、そう。うまい。やっかい。やっかい。これ、さっき、緩めた方が入れてやない？緩めたらお湯が出てくるから。あ、そういうことか。うん、そういうもんなんね。そういうもんなん。うまいこと持っとかないか。うん。ほい。はい。こいつら挟んどるきね。こういう感じね。そう。ちょっと待って。はい。まあ、それずっと持っとって。え、ずっと持っとって。抜いたボルトどれなの？これか。そうっすね、そうっすね。持っとけや。なんで？お客さんめっちゃ使うやん。はい。お客さんめっちゃ使うやん。お客さんがどうかはっていう。まあ、そうくらいやけどね。エッチリもかっこいいっすよね。これ、それね。いや、それでいい、それでいい。これか。踊る。いや、えらネジ硬いな。あやん。どうてんかな。はい。はい。ました。強化り付けしたスイングアームです。なあ、あり。この中のカラーがない木。うん。サスペンションの中の内径と。うん。ボルトの毛糸が合ってない。ああ、遊びがある状態ってことだね、今。遊びがある状態。うん。本当はカラーを入れて、うん、遊びのない状態が一番。なるほどね。いい状態。ってことは、このスイングアームを取り付けるにあたって、うん、ここね、カラーが一個ついてきておったんやけど、うん。ついてるカラーじゃあ、このカラーがこのサス側の方に入らん。ああ、サスによって違うってことか。純正。純正やったら入るのかもしれんね。ねえ、確かに。あ、平山さん、うん、お疲れ様です。西森君に僕のバイクもお願いしようかなってもうバイク屋さんになってきよ、ここ絶平山さん Z やね。平山さん Z です。フォーストロックはちょっと分かりにくいんでね。あ、今お願いしたいって言ったのはまた違う Z の方です。あ、平山さんじゃなくて、はい、あの高知のツーリングをよく企画してくれる、うん、いやーでも予定通り行ったね。中年中でも帰る。いや、それまた今度。別動画で。うん、別動画で。別動画でね。うん。一気にやったらもったいないって言われてる。そうそうそうです。サスはコニーですね。コニーでね。そう。まあ、これ僕のコニーですけどね。西森くんのコニーを借りてます。はい。純正サスはあそこにあるやん。あっちゃったわけやな。あれ純正じゃないかね。それ、あの、ワッシャーが入るか。あ、でも取りに行けんか。あれ純正やろ、多分。まあ、確か純正やろ。ね。でも、入りそうじゃないで。そうやろ。こいつのガイドが。いや、あれ、単に太いもんね。あっちなんか。太い。内径でかいから。だったら、まあでもそうやけど、純正つけ。そうや。純正はつけ。いや、でも予定通り終わったね。どないすんの？あのカラー削るの。あのカラー作るの、下のカラー、本当の間に作る。え、カラー作ってくれるか？え、どれの、あ、あの、あそこ？うん。あそこのカラーはすぐにはできんかな。じゃ、この上の、ここ止めの部分もないよね。ああ、なるほど、うん。このボルトの長さの割には。うん。え、ナットで行けばいいんやで。え、ここってだってさっきと何も変わってないのにどうして使うんだった？なんででしょう。えわしゃがいっぱい入っとったんかな。だって、厚みを稼ぐために。こっちしか変えてないがやろ。そう。ほんだ今までどうしちょったか、僕は。いや、んでわしゃをこういっぱい入れて厚みを稼いどうよね。ああ、そういうことね。なんやったら元入れないかんのよね。ああ。あ、タンデムバーがつく気いくがやと。あ、そうやね。そうやそうや。ありがとうございます。タンデムバーを外した気だ。あ、そう。そのあ、タンデムバーは外したままにしません。一応取り付けます。つけるの？え、つけるよ。あ、そう。なんで？売る？売らんで。これタンデムバー、うん、ませんね。俺の RZ もついてるもんね。そうやろ？うん。タンデムせんのに？タンデムせんとかできんね、あれは。できん。多分捨てるがない。そうか、タンデムバー分でってことか。いや、教えていただいてありがとうございます。じゃあもうタンデムバーつけといて、これ締めといて、ここもう今日つけるタンデムバー。タンデムバーつけるのは別にすぐつけれる原因やけど、うん、そうか、どの道、うん
うん、撮影中じゃないと俺に作業させてくれんの。そう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 。まあ今日ちょっとフライングしよったけどね。それは内緒にしとくわ。タンデムバーつける？つける。はい。ただもう今日はタンデムバーつけて終わりな感じ。はいはい。本田さん、片っぽのタンデムバーの裏のボルトがこんなボルトなんやけど、うん、そのままつける？あ、もうそのままで大丈夫です。了解です。これで、うん、これで。一応娘と息子が握るところやきね、それ最後綺麗に拭き上げますよ。いや、その、のいたり、ね、のいたりはせんでね。あ、絶対せん。あー、すいません、ありがとうございます。そういうことね。どうどう。あー、それで、厚みがね、なるほどね。入れたまんまやちょっと下げていい。え、ちょっと下げていい。ええよ、好きにして。ごめん、取った。取った。え、待て、ボルト取った。ツーストミーティングしてください。やりたいですね。大西さんは四国の方ですか？これやったらそのまま入るのか？そんなに熱いのか？これのボルトがこれか。そう、さっきのだけのやつ。言い方やな。香川県、ああ、ぜひぜひやりましょう。ケイチ乗られてるんですか？なんでこんな長いんだ。配線よ。そっち配線なんだ。そっか、そっちも売れた。れた。いや、今日も60人を超える方が見に来てくれた。うん、嬉しいね。西森君のこのテキパキした作業を。もう途中からグダグダやったね。え、明日木曜日でね。明日水木曜日。これ西森君明日で終わるかじゃない？終わらんの。終わらん？終わらんの。まだだって何やろ、ディスク付け替えて。あ、そうやね。うん、スプロケ付け替えて。そうやね、うん、ゆっくり行こう。トルクロでも変えて。明日一応キャストホイールはタイヤ付け替えてきて、見れるのは見れるね。キャスト、うん、見れる、うん、明日付け替えてくる。 一応明日からキャストホイールに行く予定です。 RZ マルヒ回乗ってます。香川県の大西さんがツーストミーティングしようって西森君。いいですね、マルヒ回は10年間に。ツーストミーティングって香川でやってましたよね。観音寺、観音寺やった。あれあれ観音寺ねえ、何年前あれ。4年5年ぐらい前ねえ、4、5年前。はい、ぜひ明日も見に来てくださいね。ボロバイガス、こんな感じやん。え、こんな感じやん。そう、そんな感じや。そこがいい。そうなん。そう、そこがいい。そんな、待ってると。うん、待ってると。待ってみる。うん。うん、来たしよ。来たしよ。完璧？完璧よ。あざーす。西森くん使いが荒いでね。ほんま。スマホ持って座ってるだけという。ほんま。最後は西森くんにお願いします。いやー、これキャスト入ったら全然イメージ変わるろうね。雰囲気か、雰囲気変わるろうね。楽しみやね。最後カズソが？いや、カラーを作るならサイズを測らないから。ほうほうほう。お店ある。お店ある。カラー作ってくれるらしいです。いや、作れるかは分からんで。14倍。14倍のこっちが10倍。中尾さん、こんばんは。13.7 とかそんなに。
そうやね、俺に作れないものはない。そうって言われると作りたくなるよね。面白のそうなことしてるやんて。誰？西森くん、そろそろ金取りよって。いろいろとでも普段からお世話になってるんでね。兄貴、長さ分かったね。まあ、長さの前にその材料があるかどうか。ああ14だっけ。14やから 13.7 ぐらいで。え、これ社長？社長っすか？社長。いや、これ社長っぽいな。ガタない方がいいんや。社長、明日リアトツお願いします。7時からやってるんで遊びに来てくださいよ。 13.5 でもええんか。そんなの、そんな簡単にしてもないし。やろな。これ社長来たら僕は仕事早う辞めてここへ来るのバレるよ。仕事もろくにせんとここへ遊びに来るのが。全然関係ないよ。じゃあもうカラー作る感じで、今日はもうこれで動画終わっていい感じ？いいよ、俺は全然大丈夫で、はい、今日も見に来ていただいてありがとうございました。明日はね、いよいよキャストホイールを取り付けまで行くかどうかはあれですけど、つけていきたいと思います。またぜひ遊びに来てくださいね。明日も7時から予定です。のりさん57年生まれ。いや、僕50何年？53年生まれです。俺に聞く？が中学校の同級生なんですよ。あ、明日もぜひ見に来てください。ありがとうございます。俺同い年だな。え？57年だから俺と同い年だな。あの、この後いただいたスパチャであの美味しいモンスター西森君と飲ませてもらいます。いただきます。3人で飲ませてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、つく、ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。結局これ話しなかったよね。うん、全然話しなかった。あ、それでもバイク削った。あの、1日目の泣きが全然や。 ありがとうございます。1日目の作業のアーカイブを今日1本開けさせてもらいましたね。また見ていただけたら。これはもっとでかい。うん、12%あるね。兄貴さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。10やけどゆっくり休んでください。10.5 ありそうよね。14の丸棒、14の丸棒に。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。10の丸棒にセンターに。明日もよろしくお願いします。あ、13で5の切りか。そうそうそう。あ、じゃあ10。お疲れ様でした。14の丸棒に 5mm で穴開けるよね。またもからやろ。